こんにちは、松潤さん。メッセージありがとうございます。そして動画の回収ですよね、音声つけてくださってありがとうございます。非常にね、分かりやすいんではないかなと思いますね。で、ここで一つ、ちょっとご提案というかね、お伝えさせていただきたいんですけども、これ松潤さん自身も受けられるんですよね。ということにお気づきですかね。音楽活動されてるじゃないですか。で、 CD も出されてるじゃないですか。受けれるんですよ。まあ、ただしがあります。ただし捏造架空はできませんので、しっかりとその要件に当てはまるように書類が書けるかどうかですよね。で、私の場合です。私の場合とその速稼塾の塾生さんの場合ですけども、私の場合はアマチュアながらコンサートをやってるわけですよ。民謡三味線でですね。で、実際に単独ではないですけども、地区のですね、いろんな会派と一緒に合同で、大ホールでこう演奏したりね、集客をしたり、パンフレットチラシを作成したりとかしてるんですよ。で、2020年ですか、これは全くできなかったです。何もかも一切できなかった。慰問までできなかったんですよ、ね、ですんで、感染症対策のための備品とか対策を練って、その上でオンライン通信とかね、それからホームページとか告知のための広告とか、場合によってはアクリル板、それからマスク、消毒液、それに類するサービスを扱う人、サポートの人、会場への交渉、こういったものにもお金かかりますよね。ですんで、このままでは音楽活動ができない。でも感染症対策をびっちりして、その上で費用をかかるんだけどもやりたいんですっていう形で事業継続を提案すると、これは補助金出るんですよ、ね、個人では20万円。例えばね、お稽古ですよね。オンライン通信に向けてのお稽古をします。お稽古代が先生にお金かかるんです。これ補助金出るんですよ、ね、で、あとはいろんな、先ほどお話した設備がいるんです、準備がいるんです、オンラインのためのいろんなね、施策がいるんです、これにお金がかかるんです。出るんですよ。マックス1500万、1500万ですよ。まあ、個人で150万、合同で1500万ってことなんですけどもね。その辺ちょっと詳細はホームページをご覧いただきたい、もしくは松潤さんの方からの連絡をしていただきたいんですけども、そうなるとですね、私の場合はこれからオンラインでやっていきたいなと思いますし、当然、コンサートホールに、まあ、レンタル料を払ってね、そこで人を集めて無観客演奏っていうのはあり得るわけですよ。そこに向かっていくためにいろんなコネクションをつけないといけないっていうところもありますよね。会場には感染症対策当然しないといけないです。お客さんは入らないんだけども、でも大ホールを借りればそこそこの金額するんですよ。1時間10万とかね。エンジニアさんも雇わなくちゃいけないじゃないですか。それ出るんですよ。場合によっては CD の録音、私の場合は DVD を撮影して編集して送付しました、プロモーションに。これも出るんですね、うん、となると、実は今ミュージシャン、もしくは演劇の方、その他文化芸術に関する方、特に演者さんね、これはすごいチャンス。今までずっとお金がなくてできなかったことができちゃうんじゃないかなと思うんですよ、逆に。だから、まあ、いわゆるね、焼け太りみたいなことがありえるんじゃないかなと思いますよね。だって今までずっとチケットを手売りして、会場にどれだけ人を呼べるか、会場をビチビチにできるかどうか、ライブハウスを満タンにできるかどうか勝負だったのに、今度は会場には来なくていいよと、自宅でスマホでパソコンで見てよっていうことなんで、これはね、距離とか場所とか関係なく、逆に客数増やすことができると思うんですよ。確かどっかのプロバンド、桑田バンドかどっか忘れたんですけども、オンラインにすることによって収益が10倍になったと、コストは10分の1になったみたいなことをね、なんか報道してたような気がするんですよ。ちょっとうろ覚えですみませんけど。で、ひいてはですね、私この情報を前々からですね、この速稼塾の中で流してました。文化芸術に関する方、スポーツをされてる方とか、アマチュアバンドされてる方、大丈夫ですよということで、まあ受給されてるのかどうか分かりませんけども、とりあえずは審査を出されたよって方は何人かいらっしゃって、その方のご相談とかね、ご対応させていただきました。ということで、松潤さんもミュージシャンじゃないですか。これから感染症対策を様々してですね、 CD を出していこうかなと、コンサートやろうかな、なんかこうライブをしようかなと、
それこそ別に YouTube ライブでもいいわけですよ、Facebook ライブでもいいですしね、もしくは撮影して、撮影したそのコンテンツをね、YouTube にアップロードしていくみたいな、いろいろ考えられると思うんですけども、感染症対策のために今まで松潤さんはライブハウスでなんとかできないかな、 CD を作れないかなと思ってたけども、感染症対策をした上で活動したいっていうことに切り替えていけるんだったら、それは対象になるものが見つかるんじゃないかなと思いまして、そういえば松潤さんにこれ伝えないとと思っちゃったんですよ、ね、でしかもその模様を結果的に採択されなくてもね、こういうふうに取り組んでいくんですよっていうのが松潤さんをやってるところをねお見せできたら、これまたなかなか面白い実績になるんじゃないかなと。結果はそうですよ、ダメかもしれないですよ、オーディションも通るばっかりじゃないですからね。でもそこに取り組む姿っていうのは確実に、あ、自分もやってみようかなと、あ、そういう立場の人でも申し込めるんだっていうふうになると思うんですよ。もちろん申し込んだからといって全てがそれは採択されるわけではありませんけども、採択されたら一番いいんですけどね、そうならなくてもどういうふうな人がトライできるのか、そしてどういう人がトライはしたけどもダメだったのかってことが分かることによって、多くの人に気づきやなんかね、まあ、学びを与えることになるんではないかなと思いますけどね、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。また動画送ってください。